皆さんこんにちは、ケンです。はい、本日はですね、長らくお待たせしたんですけども、トリック改造計画その7になります。最近ケンマミチャンネルを見始めた視聴者さんのために、簡単にトリック改造計画とは何ぞやということを説明させていただくと、トリック改造計画とは、まあ我々当時 YouTube を始めた頃っていうのは、ロードバイクの知識というのはもう本当に何もなくて、まあ、本当にロードバイク初心者でした。そのロードバイク初心者である2人が、まあ、悪戦苦闘しながらも、一つのロードバイクをフレームセットの状態から完成させるっていう企画でございます。本日やる内容はですね、トレックドマーネを、グラベルロード風にしたいと思います。ドマーネというのは非常に振動吸収、そして長距離に向いているフレームでして、もともとですね、海外の、まあ、石畳を走るレースがあるんですけども、そこを、まあ、制覇するために開発されたフレームになります。今回はもうその総仕上げとしてグラベルロードに近づけた仕様にしたいと思います。でそのために必要なのが、まず先ほどから見せているこのグラベルキング、今回は 28C にしました。キャリパーブレーキ以外はあの R7000 の105を使ってるんですけども、キャリパーブレーキだけは、まあ、アルテグラの6800というものをつけております。アルテグラの6800はですね、 28C の幅っていうのはシマノのディーラーズマニュアルでは推奨しておりません。まあ、そういった事情もあって今までしてなかったんですけど、今回はそれにグラベルキングに加えて、これ R7000 のキャリパーブレーキですね。こちらは、シマノのディーラーズマニュアルのタイヤ推奨サイズマックスが 28C までということで、まあ、今回やる内容としましては、この R7000 の105のキャリパーブレーキへの交換、それによって、まあ、ドマーネがですね、オール105のコンポーネントになります。そしてこの企画は完了になります。では早速、ささっとやっていきましょう。まずはですね、タイヤから交換していきたいと思います。タイヤを外すときはインナーローが一番、チェーンがたるみますので外しやすいです。なるべくね、作業の場合は手袋をつけましょう。はい、じゃあ今から、このゾンダについている、タイヤとチューブを交換したいと思います。グラベルキング 28C に合わせてコンチネンタルのチューブですね、私が買ったサイズは 25C から 32C まで対応しているチューブを買いました。空気圧はちょっと細かいんですけど 7.4 バールまで入るっぽいですね。開封したてのチューブはこういう風にぺっちゃんこなので、少し空気を入れて、まあ、ロゴとバルブ付近揃えた方がかっこいいかなとも思うんですけど、入れると思います。でタイヤをはめるときに、まあ、ちょっとコツがあって、リムってこの真ん中の部分が、まあ、奥にこういう U の字になっていて、この真ん中の部分に、ビートの端をこういう風に押していけば、まあ、こっち側も簡単にこういう風にパコパコっていう風に入ります。このリムの仕組みさえ分かってれば、こういう風にタイヤも簡単にはめることが可能です。
タイヤの裏側ですね。なんでいいかなって感じですね。そしたら私のやり方はバルブのとこを最後に、はめるようにしてます。まあ、今言った話の続きになるんですけど、理論的にその方がはめやすいからです。こうすれば簡単にはまります。タイヤはめるのは慣れだと思うんですけど、先ほど言ったようにバルブの反対側からこういう風に揉むときに、ビートがですね、この一番へこんでるこの真ん中に寄るわけですよ。そうすることによって反対側が隙間ができて、簡単に今みたいに、要は一発で入るようになります。私はここから、このバルブのとこを何回かこう上にこうやって押してあげます。それによってここのですね、チューブがですねこう押すことによって、上に押し上げられて、ここでもしかしたら噛んでるかもしれないので、そういうのも防ぐためにこういうふうにこういう押す作業ですねしてます。でバルブを起点にこういうふうにですね、今リムとビードの間にチューブが出てないかっていう確認をしています。大丈夫だと思うんですけどね、ちょっと心配性なのでそこは手を抜かずいつもやってますね。で今この状態だともう入るので、早速空気を入れていきたいと思います。確認しますね、ちょっと空気を入れた状態で本当に、チューブはみ出てないよねっていう確認をしてますと同時に、ちゃんとビードを、リム内に収めるってこともしてます。分かりづらいかもしれないんですけど、タイヤにはここにビード、これじゃ分かりづらいかな。じゃ新品のやつでいくとこういう風にここですね、線があって、ここが隠れている、個体差あるので、必ず隠れてるってわけじゃないですけど、ここがビードにはまってるかっていう確認を一周ですね同時にしてます。で今完璧に綺麗に、ビード内にねここにはまってるっていうことを確認しました。確認したので、ここから本気で空気をですね、7.4 なので7ぐらい今回は入れていきたいと思います。しっかりここがね、ビードが入ってるかっていう確認はした方がいいです。入ってないとね、そこからチューブが飛び出たりとか異物が入ったりしますので確認した方がいいですね。はい、完成です。28C でもいけないことはないですが、やっぱり隙間とかがちょっとギリギリかなって、ここですね、ここがちょっとギリギリな感じはしますね。 R7000 にすることによってここの隙間が少し余裕が出ると思います。参考までに、ブレーキワイヤーは
使い回します。もうこの時点で、あるラセンつけていきたいと思います。まあ、ホイールをつけた時にセンター合わせてあると思います。じゃあ同様にリアもやってみますかね。まあ、ブラックで統一されて、やっぱコンポーネント揃えるとかっこいいっすね。少し分かりづらいかもしれないんですけど、ここの隙間ですねがやっぱりアルテグラ6800よりちょっと余裕がありますね。ここですね。はい、いい感じです。いかがだったでしょうか。またグラベルキングのレビューは別の動画であげたいと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。